ラッキーっていうのは旅の中でありますけども、アンラッキー、不運っていうのもありますね。今回ブダペストに来て残念だったことの2つ。まず1つは鎖橋が工事中で美しい姿を見れず、また渡れなかったということと、あとこれです。世界一美しいマックがなんと工事中、残念。これはね、楽しみにしてたのに来て残念がって帰っていく人も結構ちらほらいますね。ブダペスト、また来いっていうことでしょう。また来ましょう。今日はハンガリーの美術館巡りをしたいと思います。中でもブダペストの中で私が一番おすすめするのはミュージアム・オブ・ファインアーツです。ここはラファエロの作品も見ることができますし、あとはブダペストカードで無料で、入場することができます。かなり見応えがあるし、空間としても本当にこう芸術を鑑賞するのに最高の環境、心地いい、そんな雰囲気があって、あとはやっぱりブダペストのキャッスルのあたりにある国立美術館とか、まあ、そういったところはやっぱ人が多いですけども、ここは本当にこう人が少ないので、静かにゆっくりと
芸術鑑賞をすることができます。おすすめです。もう一択と絞るならばミュージアム・オブ・ファイン・アーツ、ここです。